あらま、すごいじゃん。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。早い早い。9時53分。はい、マップも起動しました。まずは宮地山山頂を目指します。こんにちは、ともです。今回も地元愛知県のゆる山、宮地山五井山に登ってきました。内山登山口から宮地山五井山を目指します。多少のアップダウンはありますが、宮地山から五井山へは超快適な骨歩きが最高です。三河湾の絶景も楽しめるゆる山トレッキングです。それではどうぞ。まっすぐ？違う違う。これ三つ葉ツツジかな、この銅弾ツツジ。花が咲いたらいっぱい咲きそうで綺麗な道になると思います。東屋の、東屋じゃないか、これなんだろう。家に戻る道がありました。
ゃん。あ、入れんもんだね今日。ポイッと。はい。うん、美味しいね。止まらんね。でも3つぐらいにしとこうかな。全部食べたの？全部は多いと思うよ。うん。はい、駐車場があって、なんとお手洗いもあります。綺麗なお手洗い。このコアブラツツジ自生地って書いてある、ここが気になる。で、靴はどうよ。いい？悪くて。うん。足の痛みもないし。うん。付属は硬いから。うん。足って硬いから。うん。踏みしめてる感がある？踏みしめて歩く。山ですよね。やっぱりあの内山までもう厳しい、はい、厳しくはないけ ど割と山してる山だなと思って。どうえらい景色がいい。あ、本当ですか。もう五井山まで行かれたんですか。いやいや、もう帰ろう。あ、帰ります。お疲れ様です。あ、空が見えてくる感じがいいよね。うわー、あらま、すごいじゃん。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。すごい。うわ、最高。今からずーっと行って、あの端っこまで行きたいと思います。時間は11時22分。五井山に向けて出発です。レッツゴー。宮地山からちょっといたところは反対側の景色が綺麗な場所もあります。早い早い。
と五井山まではまだあとここから50分ぐらいあります。日陰を通るんで結構顔が冷たいです。顔冷たいよね。あ、人が来た。お腹が空いたんで今一本満足ばチョコ味。浴衣は鶴屋のトレイルミックス定番だね。なんか白くなってる。大丈夫かな。うまっ。今日染みるね。なんか雪本当指紋みたいな固まってる。氷みたいになってるね。いやいやさっきちょっと余裕で走っちゃったりしちゃったからまあでもそうでもないけどね。登ってます。これが最後の登りだといいんだけど。寒くてダウンを着ました。めっちゃ寒かったね。はい、五井山へ。あとちょっと。山頂まであと5分。はぁ、あ。うわすごいじゃん。めっちゃ綺麗じゃん。よかキリシルタフの目だから切り出して。梅干しね、種取るの忘れちゃった。種取ってる。じゃーん。手作り生姜の佃煮
時間は1時20分下山したいと思います。着いた。うわぁ、やっぱり景色いいね、こっちも。お茶する？お茶しよっか。疲れた。いただきます。あー、美味しい。お疲れ何ぐらい？ 7？ とも 8.5。 はぁ、駐車場が見えてきた。あとちょっと。さようなら。これを、この紐をこれをこうスッとかけるだけだ。え、うん、そうそうそう、そこをかけて足がガクガクしてる。駐車場まで戻ってきました。時間は3時50分。ギリギリ。お疲れ山でした。あ